こんばんは、岩田敦です。今日取り上げてみたいのはですね、トランプ大統領の一般教書演説についてなんですね。で、この一般教書演説っていうのはですね、アメリカの大統領がこのどういう方針を示すかということで、まあ、世界の中でですね、はっきり申し上げて、アメリカの大統領ほどですね、影響力を行使する人間ってはいないわけですね。その大統領がどのような声明を出すかということが注目されてたわけですけれども、で、この日経新聞なんですけど、日経新聞にですね、用紙が載ってました。で、まあ、これを全部読んでみた私の感想はですね、非常に、この、なんていうのかな、でもトランプさんというものはですね、国内の選挙を非常に意識していて、で、アメリカということはですね、そのトランプさんを支持する人たちっていうのが多いということはですね、アメリカという国が非常にこう、外ではなく内向きになっているという印象を受けました。で、それなぜかって言ったらですね、ほとんど外国についてのね、ことがない。特にアジアについてなんてですね、中国とのですね、についてのウイルスの話はありますけれども、それ以外の言及はないんですよね。だからやっぱり、世界の警察としてのですね、あるいは世界的なリーダーとしてのアメリカっていうイメージがあまりしなかったなと。ただですね、まあ、アメリカ人にとってはですね、まあ、こういうことをね、言えるっていうのは、まあ、アメリカの大統領として、やっぱり支持されるんだろうなと思うのは、例えば、アメリカは何事も可能な場所だ。そしてこの地で最も素晴らしい夢が実現する。この国は我々のカンバス、我々の傑作だ。我々は明日を見て、ただ探求を待つ無限の開拓地を見る。我々の最も素晴らしい発見は未知のままだ。最も素晴らしい旅はこれからだ。米国の時代、米国の樹脂、米国の冒険は始まったばかりだ。最上はこれからやってくる。ね、これ日本でね、ここまで言う人いないですね。言えないですよね。まあ、これをね、体現相互というふうに見る人もいるだろうし、馬鹿げてると思う人もいるかもしれないけれど、私は国の指導者がですね、この自分の国にはまだ未来があるって、この輝かしい未来があるんだって言えること自体がね、まあ、立派なことだなというふうに思いますから、この点は私は評価したいなというふうに思います。ただですね、やっぱりトランプさんのその外交の姿勢はですね、ちょっと気になるなと。北朝鮮の問題。まあ、これね、日本と、アメリカと違う国ですから、もちろん、その関心があるところ違ってくるんですよね。例えば、北朝鮮問題っていうのは、日本人は非常に深刻に危機感を持ちますけど、アメリカ国民はそんなに思ってないですよね。自分の国まで届いてくるミサイルができたらまた別の話になってくるけれど、そうじゃない以上ですね、なんかただの変わった国がアジアにあるなと、おかしな国があるなぐらいにしか思ってないわけですよね。だからそうやって考えてみるとですね、まあ、アメリカの、ちょっと陽気な、そんなに知性はないけれども、陽気なおっさんが大統領になったっていう、こういう感じがやっぱりしますね。で、それからね、触れてみたいのは、私はね、これね、やっぱりなというふうに思うのは、朝日新聞なんですね。で、朝日新聞はね、この一般教書演説があった、この日にですね、社説で何を書いたか。社説で書いてあるのはですね、桜を見る会。ごまかし答弁極まれりと、いうふうに書いてあって、一般教書演説について触れてないんですよ。だからね、まあこれ、まあまた桜やってるんだな、というふうに思います。神道桜とかですね、いろんなの作ったらいいと私は思いますけれどもね、神道久兵衛とかね、いろいろありますよね。なんかもう本当バカバカしくてですね、多くの国民は、この桜を見る会の問題にね、確かにですよ。桜を見る会が、全く公正明大なものではなかったらというふうなことを言うことはできると思いますし、それを批判するのは、まあ批判するで大事なことかもしれない。でも、世界情勢、激動する世界情勢の中で、そこだけをですね、追求していくっていうのは、やっぱりね、これはただ単にね、総理の上げ足取りとしか見えないし、全くの違法なものなら、それをバシッと提示すればいいけれども、なんかそういうふうにはですね、見えないですね。これがね、やっぱりこの朝日新聞というか、リベラルのですね、この限界なんじゃないのかなというふうに私は思えております。リベラルといえばですね、トランプ大統領がアメリカファーストを、まあ、常に掲げているのに対して、このペロシ下院議長、今回一般教書演説をどうしたか、ご覧になりました動画。破ったんですよ。破って捨てたんですよ。ここにリベラルっていう人たちの姿勢が現れてると思いませんか？要するに、
多様性が大事ですよと、寛容の精神を持ちましょうと言っときながら、自分と気に入らないものがあると破って捨てると、こういうパフォーマンスをですね、やるということですね。ここにどこにですね、あの多様性の尊重が見えるのか、日本もアメリカもリベラルという人たちは皆同じというふうに私には覚えてなりませんでした。まあ私自身もですね、リベラルという人たちに相当いじめられてきましたけれども、まあその経験についてはですね、また今後ライブでですね、もうこの場でお話ししてもしょうがないので、ライブでですね、お話ししていけたらなというふうに思っております。今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、これとは別に、1時間半ぐらいですね、講義をしている岩田敦大学というものも作りました。ぜひとも全国からですね、これいいですね、やっぱりネットは、全国、北は北海道、南は沖縄まで、ですね、今ご入学いただいております。もう、この地理的な距離感が、克服できるという意味において、私はインターネットって素晴らしいなというふうに思っています。ぜひともご入学のほどよろしくお願い申し上げます。